10月16日月曜日の朝8時頃です。今からちょっとね、水替えをするにあたってちょっと先に KH を測ってみたいと思います。よいしょ、飼育水約5ミリですね。5ミリに1、2、3、4、5で次が6滴目、多分 KH ね8ぐらいはあると思うんですけど、これで7いけますね。まだ、まあ、途中そうですね、まあ、2週間に1回水替え、海水マレン主に8対2ぐらいですね。コーラルソルトとコーラルプロソルトと海水マレン8対2ぐらいで水替えを1/4、400分の100、2週間に1回やって、1週間に1回、まあこういうふうにね、夜とかこう開けてて熱逃がしてるので水分飛んでいく分を毎週月曜日ぐらいにね、あの5リッターぐらい、こっちこれかな、 pH アルカリバッファー剤ね、ライブ C さんのを5杯、あ、10杯かな、10杯ぐらい、200リッター分よね、200リッター分10杯だけそのバケツ5リッターに入れて水足しを水替えの間の1週間経った後ぐらいに、2週間に1回入れて途中でね足しています。なのでここでは色変わらないはず。8滴目、ほらいいですね。やっぱだっかりしっかりと KH がキープできています。9滴目入れて色変わらなければまあ最高だけど、どうやろ、あ、もう変わりかけてますね。なので9から10、9はギリギリあるっていう感じですね。これ多分10滴目入れたら黄色になります。そうか、 KH9 あたりがまあ維持できてたらまあまあよしと しようかなっていう感じで、今んとこまあバッファー剤をまあね、200リッター分をそうですね、2週間水替えと交互にやっていってなんとか KH を維持できているので、まあこのまま続けていくか、水替えを1ヶ月に1回にするかを今考えているところです。だから水替えはを行いたいと思います。こちら前の晩に汲んでおいた50リッターと50リッターのお水に先ほど海水マレンとねコーラルプロソルトを8対2で入れて混ぜて、今 1.024 の塩分濃度で、溶かして回しております。今溶かして20分ぐらいですかね、今、もうしっかりと透明になっています。なので今から水をちょっと抜いていきたいと思います。まずはね、あ、この電気を全部止めますと、それからまあ抜くついでに下に落ちている、まあ、この辺の砂というかね、ライブロックのかけたやつを全部吸い取りながら水替えしたいと思い、水をね100リッターほど抜いていきたいと思います。